はーい、いくかつです。今回は尖った部分が6個できる6房製のあやとりを紹介します。今回の星以外、片手で作れる星や流れ星の作り方などを別動画で紹介しています。興味のある方はチャンネル登録しておくと動画の検索が簡単になりますよ。両手の親指と小指に紐をかけます。左手の小指側の紐を右手で持ち、親指と小指に1回巻きつけます。今度は右手の小指側の紐を左手で持ち、親指と小指に1回巻きつけます。左手のひらの下側の紐を右人差し指で取ります。右手のひらの下側の紐を左人差し指で取ります。両小指奥側、まっすぐに伸びた紐を小指から外します。両親指手前側、まっすぐ伸びた紐を親指から外すと六房製の完成です。最後の小指と親指から紐を外すとき、子供は指が短いので他の紐が外れて失敗してしまうことがあります。そんな時は反対側の手で外す方法を教えてあげてくださいね。あやとり以外にも折り紙で簡単に作れる星の動画も別動画で紹介しています。興味のある方は概要欄をチェックしてみてください。あなたも一緒に悩まない子育て、楽しい保育、チャンネル登録はこちらをクリックです。